はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ラストチャンスということで、新キャラの出現率アップ来ましたよ。しかもガチャスタンプ付き。僕はですね、ほぼほぼキャラ持ってます。ただですね、途中追加のパンドラ、そしてコマミちゃんがですね、持っていません。なので今日はですね、ちょっとね、そこワンチャン狙っていこうかなと思います。確率見ていきましょうか。ダブルゼータ2体が 0.4%、 これで上がってんのか。そしてパンドラ 0.9 のコマミが 0.9 ということで、ちょっとねワンチャン狙っていきますよ。そしてもう一つ、サマー超ニャンボガチャでですね、このねサマーエルゼメキアなんですけども、結構さ YouTube とか見てるとさ、みんなさらっと引いてるじゃないか。なんであんなさ、この確率低いのに出せるんだよ。ということで僕もねちょっとリベンジね、今日は行きたいなと思います。ただですね、手持ちニャンボコインがありません。いやいや、安心してください。超ニャンボミッション制覇でですねもらえるんですよ。ただですね、ちょっと一番難しいねスコアタがまだね達成できていません。なので今日はねスコアタ達成してニャンボコインゲットして神引きワンチャン狙っていきます。まずはですね、パンドラとねコマミちゃんからねサクッといきます。単発でいきます。あ、当たり前じゃないですか。いつもね僕はラストチャンスの時は結構ね単発でね神引きするんですよ。これがねいきます。500ポイント。もうね今の時期、もう次のイベントのね情報も入ってきてるんで、なかなかさちょっとここでね何十連何百連ってねやりづらいですよ。よろしくです。おっと、赤いスカイ赤カブからの、うん、と思い出しに来ました。単発ってねでも熱いんだよね。単発のダブル、このダブルゼータアクション、この黒の玉から虹色に変わる、もうねあの感覚が忘れられません。そして単発に取りつかれる。いきます、頼むぜ。ただね単発はねやめときが難しい。10連だと明るい深い、10連だけにしとこうとかね、20連だけにしとこうってあるんだけど、単発はさ、この引き際が難しい。逆になんかズルズルとね行っちゃうパターンがあるんで、ちょっとそこ難しいんだけど、行くわ。どっちか来てほしいな、パンドラかコマミ。どっちか言ったらねコマミの方が欲しい。もう今のねこのイベントあと残り数日ってなったらね、特殊能力とか青みスカイ関係ありません。全然出ねえじゃねえか。金カプすら出ねえよっちゃん。どうした、頼むぜ。せめて金カプ、もしくはこのウィスパーのカットイン来てほしい。赤と青はやめて。いきますちょっと待てよ。500ポイント、さあ頼むぜ。お願いします。青スカイどうした、青と赤しか出る、逆に怖いわ。ケチラシ、むちゃむちゃ欲しいキャラ来たぜ。ケチラシ大好きだよ。限界突破10突狙っていく。ラストいくわ。さあ来てほしい。まあニャンボ、この後ね回すニャンボに運を取っておくっていうのもありっていやありだけどね運を取っておくとか意味わかんないけどさ。さあ行くぜ。おろしょ、赤カプカイン、赤カップからの、うっ、静電気。ちょっと諦めつかんわ。せめて1回ぐらい金カプ来てほしい。ちょっともう一回行くわ。さあ頼むぜ。500ポイントちょっと稼ぐのはねむちゃむちゃ大変。お願いします。幸運の予感でミス。マジで、あっと困った。これはちょっとやばいんじゃないの、このラスト。来たよ来たよ伝説。今日お菓子食べてないけど伝説のコマミった、ここで来たぜ。コマミはですね一応特殊能力あります、ご褒美の魔特攻。いやいやもうそんなどうでもいいんだよ。コマミ、僕はね通常タイプのコマミ持ってないんで、欲しかったんだよ。この特殊能力がとかさ強さがとかそんなんじゃないんだよ。可愛い、それだけでいいじゃないか。きたきた、この単発はねやっぱりやめ時が難しい。そしてこの激アツさ、やっぱ10連20連で出すこの感動のねもう2倍3倍あるよ単発はね。だから
髪はねやめれないんだよね。来たぜモンゲモンゲだよ。もうちょっとこの後メインのさヤンボどっか行っちゃってよ。もう来た、友達になりました、むっちゃ嬉しい。これでまあパンドラまだね弾けてないけどね、まあ他は全てコンプリートしました。なんだかんだ言ってね、マジかこれちょっとやべえわ。ラストチャンスちょっとワンチャンあるよ。さあ次はちょっとスコアタやって、その後でヤンボ弾くぜ。それではですねスコアタックやっていきます。今週もかなりレベルが高い。今回はですね福利優がスコアボーナス 100%、 そしてパンドラにもですねスコアボーナスがついています。さあこんなパーティーでいきます。スコアアップはブロッケンクロックをね使っていきます。まあスコアアップねいろいろあるんで迷うとこなんだけども、そして攻撃力アップはお松使っていきましょうか。 G まで打てます。これはね非常に強力です。もう1体のリュウの攻撃力アップはデアファルコンをね使っていこうかなと思います。まあこれもですねいろんな編成があります。そしてアタッカーは大王強者シュカ、タップでデカプにダブルゼーターでいきます。そしてもう1体ですねフクリユウ、スコアボーナスがつくのでスーパーフィーバー入れていきましょうか。まあ普通に強いけどね。さあこんなパーティーでいきます。今週もですねパーティーはほんといろいろ考えられるよね。まあブルジョアジーがね使えるんで、まあブルジョアさん使ってやるっていう人もね多いかと思います。まあ僕はねちょっとあえて使わずに行こうかなと思います。そして先ほどゲットしたコマミもですねスコアアップということで使えるんだけど、まだちょっとね育成が間に合っていません。ということでまあスタンダードなねこんなパーティーでいきます。ちょっとね攻撃力アップのデアファルコンがね倍率高いんだけど時間が短いんでまあ他のキャラもね竜だとかいろいろ使えるんで選択肢としては迷うとこなんだけど、ちょっとね秘伝書のね育成がね間に合っていません。さあフィーバータイム中にまず攻撃力アップ、デアファルコン重ね掛けします。2回掛けがおすすめです。そしてアタッカー打っていく、シュカです。タップでデカプニー、あとはこのフィーバータイム中にこのシュカのね必殺技を何回打てるのかでちょっとスコアが変わってきます。そして間にねこのフクリユーも挟みながらいきます。このね将棋のねこのシュカはですねむちゃむちゃ強い。この変身スキルがやばいよね。さあ連発していく。ただデアファルコンね倍率高いんだけど時間が短いんですぐバフが切れちゃうんだよね。だからあまりたくさんね打ち込めません。まあでもね打っていきますよ。さあそして2回目のフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていきます。さあこのモテアマス欲しいよね。僕はねモテアマス持っていません。なのでちょっとね欲しい、これは狙っていきたい。さあ技ゲージ貯めていく。そしてね、まあ、何よりニャンボミッションをねまずクリアしないとねダメです。さあもう皆さんはねニャンボミッション全てクリアしましたでしょうか。結構ねあのボーナス玉いくつ以上とかね必殺技何回とかね結構大変だよね。まあ期間は長いのでまあのんびりやればいいんですけども。さあ攻撃力アップ重ね掛けしていきます。デアファルコン、そして主化で連発していく。デアファルコンは随分と前のねイベント、あのスナックワールドとのコラボキャラなんで、そしてそれをその後ね復刻が確かないのであまり持っている人いないんじゃないかなと思います。だから昔からプニプニやっている人しか多分知らないキャラだよね。なんだこの鳥さんはっていう。さあ連発していく。さあ時間がない。スーパーフィーバーはですね少しフィーバータイムが長くなります。さあここまでか。さあこれでなんとかいったかな。さあ更新しました。さあこれで順位の方が気になります。今週はレベルが高い。さあこれでおっ
と8821。さあこれでですね、スコアタック、そしてニャンボミッションすべて制覇しました。いただきます。さあこれで超ニャンボコイン無料版ゲットしました。これでですね、ワンチャンねエルゼメキア狙っていきます。さあ来るのか来ないのか、ワンチャンしかありません。いきます。さあ行くぜ。 SS 以上確定。もうさっき神引きしたからさ、もう流れはね完全に来ています。さあサマーエルゼメキア、久しぶりにねニャンボのキャラでほんと欲しいと思いました。いきます。さあもう運はね来ています。さあ神引きお願いします。さあ来るのか来ないのか、お願いします。おっしゃー、当たり前です。金株からの、そしてこれは超当たり、キラコマサンタ、むちゃむちゃ欲しかったメリケンレジェンド、これがまさかここで来るとは。これね SS ランクなんだけど、むちゃくちゃ使えるキャラなんですよ。唯一無二の必殺技、ずっと欲しかった、これがまさかこの季節外れの夏ここで来るとは。もうこれは超神引きと言っていいんじゃないの。ニャンボキャラではないんだけど、ギラコマサンタはねほんといろんなとこで使えます。これはちょっと育成してね使っていきたい。めっちゃ嬉しい今回のこのガチャ運、何これ、キラコマサンタ、そしてコマミト、やばいです。さあ皆さんはですね何回ぐらい走って何が出ましたでしょうか、コメント欄で教えてください。ちょっとねもう激アツすぎて今日はね寝れませんよ、やべえ。もうねゲットしたキャラ使ってねプニプニやりまくりですよ、ほんとやべえわ。っていうかお菓子いらなくね、いやいやいや